プローチショットになります。ああ、いいアプローチですよね。うん、ナイスですね。でも、まあ、相手がバーディーチャンスですから、ね、そうなんですよね、これがやっぱりマッチプレーの場合はいい寄せというわけにはいかないというね。そうですね。沈めればバーディーでこのホールを取ります。しっかり打った。ああ、見事なバーディー。また2アップにしました諸見里、ね、このダウンは宮田さんは痛いですね。そうですね、15番を終えて2アップということで、この次のホールがドーミーということになります。さあ、ドーミーとした16番は491ヤードのパー5になります。ここはサードショット池越えですから、はい、はい、みんな池の手前に第2打を持っていって第3打の勝負ですね。フェアウェイのセンターに大きなこれカシノキですね。そうですね、フェアウェイの左サイド、フェアウェイキープしましたね、はい、まあ、ドーミーとされてますんでこのホールはやっぱ頑張らなきゃいけないですもんね。そうですね、今年は狙ってきたんですけどもね、うん、去年もいいとこで負けましたから、はい、こちらもご覧のようにフェアウェイ左サイドですが、もう少しフェアウェイの中の方に入っていきました、素晴らしいボールです。まあ、パー5っていうのは、まあ、そういう意味ではこのマッチプレーの戦いの中で確実にパーがやっぱり取れるであろうポジションに2人とも打ってきているということはやっぱり、うん、そうですね、でもこの16番のホールはもう確実第3打の勝負ですから、うん、受け声ですから、はい、もう第2打で、あと残り何ぼに持っていくかという計算でしょうね。そうですね、はい、もう宮田さんはバーディーしかないですからね。そうでしょうね、はいはい、まず諸見里、まあ、これちょうど池の手前で、そうですね、うん、はい、一番次は自分のいわゆる得意なクラブでね、そうなんです、攻められるかどうかという距離にまず持っていくことです、はい、宮里のセカンドショットになります。フェアウェイにあります。そうですね、はい、ドーミーホールとなっています。16番です。まあ、グリーンが大きいですからね、はい、なかなかバーディーチャンスに持っていけないんですよね。うん、いや難しそうなホールですね、やっぱりここは、特に女子の場合はですね、はい、男子の場合ですと、まあ、ボールを上から落として距離感つかめるんですけど、うん、やはりこのちょっとグリーンが大きめっていうのは女子にとっては難しいでしょうね、うん、さあ鍵となるその第3打です。宮里、おっと大きかったですねこれ。そうですね、先に打っていいところに、まあ、寄せてプレッシャーかけたかったでしょうけどもね、はい、自分から先ミスしてしまいましたですね、はい、ちょっと風の計算ができてなかったのかどうか。こちらはもうラフですが距離があまりありません。まあ、こちらもちょっとコントロールしてきてますね。いやーすごい、すごいですね、これはすごい、はい、これは素晴らしいショットです。もう打った瞬間に決まったような、あー本当ですね、見事なアプローチでしたね今のは。宮里本当にピンチになりました。これはもう従ってこの4打目を、まあ、入れてしまうことが一番いいんですが、そうですね、うん、まあ、状況としてはもう優しくありませんのでね。いや、それにしましても、あの見事な第3打でした諸見里。これあと落としどころですが、そうですね、もうカップイン
しかないですからね、うん、そうですね、はい、ご両親が今姿が映ってますね。ぜひ取りたいタイトルというこの宮里ですが、4打目どうでしょう。おやってる、惜しいなこれは、うん、本当ですね。うん、いやでも坂田さんおっしゃるところはやっぱりもう狙っていってますかね。もうマッチプレーですから狙ってますからね。それにしてもまあいいアプローチしますね、はいはい、というわけで結局 3&2 で諸見里忍の勝利ということになりました、はい。まあでもいい戦いでしたけどね。そうですね、うん、宮里さんまた今年も同じように去年と同じように負けちゃいましたね。はい、本当ですね、うん、決勝へ駒を進めたのは15歳沖縄出身の諸見里忍ということになりました。準決勝続いての対戦は上原彩子対竹村千里。16番ホールが終わって中学3年生竹村のワンナップとなって17番ホールへ向かいます。これはすごい戦いになってますよ、うん、そうですね、はい、健闘ですね竹村さん、うん、はい、なんとなく中学校3年生と思えないぐらいの貫禄がなんとなくこの子にはあるような気がするんですよね。スイングご覧になった印象いかがですか。いやいや力強くていいですよ、はい、あれがちょっとあのインパクトで右足がこうベタ足になりますからね、うん、まあ、あれがこうもうちょっとこう出て最近出てくるともっともっと距離出るでしょうね。でも今の段階でいいんじゃないですか、はいはい、まあ、社会人1年生の上原です。印象としてはちょっとフラットな感じな、ね、そうですね、なんかあのどっちか言ったらもうちょっと出来上がってるような、うん、あゴルフの、スイングですね。そうですよね、もうでもこうやって見てますと上原も先々をちゃんと今見て考えてやっぱショットしていってるという、そうですね、非常にいい集中持ってますよね。そうですね、全てなんかこうドライバーからパッティングまで計算されてるような感じは受けますね、うん、はい、はい、こちらが竹村のセカンドショットですが、グリーン捉えてきましたがちょっとグリーンの奥まで行きます。かなりそういう意味ではこういい集中持ってるわけですよね、うん、そうですね、うん、はい、あーこれはいいキックで寄りましたよ。うん、まあ、キックで寄ったんでしょうけども、うん、狙いはあそこなんでしょうね、はい、そうでしょうね、はいはい、ですからピンの狭い側からやっぱ攻めていってますよ ね、はい、ですからあの傾斜も全て分かってもちろん打ってるということになりますね、はい、まあ、非常にいい戦略眼といいますかね、そういうのを持ってますね、はい、必ず打った方から左にボールが流れてくるという計算が入ってますから、うん、ロングパットでよく打ってきたんですがわずかにショートです。いや大したもんですね。いや本当ですね、はい、これを沈めればオールスクエアになります。上原この17番取りましてオールスクエアです。いい戦いになりましたね。そうですね、はい、やっぱある程度この年齢というところも坂田さん気にはしてますかね。お互い男子の場合はそう感じないんですけどね、このぐらいの年齢の差は、うん、女子の場合1年違いますとかなり違ってきますね。あ、なるほどね、はい、359ヤードパー4です。18番、これは軽く登っていくんですよね、うん、セカンドからかなり打ち上げになっていく。あ、そうでしょうね、はい、これはフェアウェイの右サイド両サイドちょうどバンカーのあるあたりですがいいところに打ってきています。続いては竹村のティーショット。あ、力強いですね。でも、ええ、今の段階でいいんじゃないですか。まあ、飛距離ではちょっとまだ劣ってますけど、ね、まだこれから変わりますよね彼女は、うん、まあ、今のところ今のショットはどうかわからないですけど、うん、そんなに差はないんじゃないでしょうか、うん、はい、でも中学生に思えないですね。いや本当に思えないですよね、はい、さあまず竹村のこれがセカンドショットになります。あ、まだ距離だいぶ残ってますね、はい、